皆さんこんにちは、こんばんは。クールチャンネルです。今日もマリオメーカー遊んでいきたいと思います。いつもとは違う挨拶だったな。クルクルクールですっていつも言うんだけどね、どうでもいいね。今回は YouTube のコメント欄でこのコースおすすめなのでやってみてくださいということでいただいたコースです。世界一大きな超巨大地震、スペランリョータさんのコース。ベストクリアタイム35秒、クリア率はまあ 46% なんで簡単だと思うんだけど、画面が揺れるそうです。要注意。ん？知らんのかと思った。知らないんかーい。あれ？扉、これ入れんの？本当に入れんの？入れたよ。揺れる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 。そして何をすればいいんだ、何をすればいいんだ。これマグニチュードいくつだよ。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。あの3月11日の地震を思い出してしまうよ。あの時はね、どこにいたんだっけ。そうだそうだ、車に乗ってたんだけど、道路が本当に波打ってる様子が見えてね、あれは怖かった。まあもちろんね、震源地に近かった人たちほどではないんだけど、それでも怖かった。今度東京の地震が来るとか言われてるけど、来ないことを祈るけど。これどうやったらクリアできるんだい。このまま耐えてればいいのかい。おやっと地震が収まった。あーよかった、助かった。次のコース行こう。お次はセイガンさんの新作コース、青い安全地帯。3カウント後安全地帯に急げ、ブルーイコールセーフ。チャレンジ数96分の9、クリア率 9.37%、 ベストクリアタイム1分57秒、割と長めですね。早速遊んでいきましょう。セイガーさんが3のスキンで作るのってあんまりないような気がする。3秒後に急げでしょ。1、2、3。違うか、画面が切り替わってから3秒以内にこの青い壁があるエリアまで行けよってことね。これあのカズさんの交通安全のコースに似ている気もする。皆さん覚えてますかね、カズさんのコース。あのコースもいいコースでしたよね。中間を取って、ここまでは別に難しいことは何にもなかったですね。そろそろ多分ジャンプとかも必要になってくるんじゃないのかな。ここか、鍵を取って戻ってくるのね。確かに難易度がちょっと上がったぞ。ここもワンミス出ましたらここまで戻ってこられないですからね、要注意やで。とああ遠い遠い遠い。さて今度こそ行ったるで。よしどうだ、間に合った。なんか急に難易度アップしすぎじゃないですかね。これ上のブラックパックに当たるかもしれないから、あんまり調子に乗った動きを慎んでおこう。よし多分次が最後でしょうと思いたい。最後であってください、お願いします。違った、中間かーい。次がラストって書いてある。さてさて今度はどんな仕掛けでクルクルクールさんを苦しめてくれるのかなと思ったけど、赤コインか。よいしょ、普通に取れなかった、普通に取れなかった。もうちょっとだったんだけどな。回収しての上に飛び乗っての、よいしょ、ここツルツル滑るんだけど、どうしたらいいの。よいしょ、1枚目ゲットからの2枚目ゲットからの次、下に飛び乗ってこっちからの方が簡単なんじゃないの。よしこれでどう。あぶねー、あーギリギリだわ、結構ギリギリだわ。多分もっと早く行けるんだろうけどね、スムーズにね。上の段使うよりも下の段から行った方が楽だった、止まりやすい分楽だった。というわけでやったー、キノコにフラワーにイチアップに尻尾もあるんじゃないの。あったよ、尻尾、タヌキマリオだっけ。1アップ、あと2つは何だろう。1アップとスター、ちゃんと3アップさせてくれる優しいセイガンさんなのでありました。ナイスコース。はい、お次はタックマンメガネさんのスペランコース、70秒スピードラン。燃えてきたぜ。クリア率 2.35%、
タックマンメガネさんのスピランコースにしては難易度高めですね。他のコースだとだいたい 5% から 10% ぐらいはあるんで、この難易度は想定外。よいしょ。ピンクコインを取って、まあ、普通に進んでいくコースかな。落ち着いて、あれ？今なんでやられた？なんでやられたかわかんないですよ。この先も、やばいやばいやばい。よいしょ。とりあえず、先の様子を見ていきたいから、あ、これ投げるのか。割と奥目でジャンプしよう、奥目で。1、2の3段ジャンプ。結構ギリギリだぞ、本当に。これ投げる。よっしゃ、これで OK でしょ、次は。走るだけで OK だと思う。扉に入ったら、右ダッシュで投げる。これ、いつもと違う動作が必要だ。投げるっていうのは今まではあんまりなかった。よいしょ、上行って、上行って。確かに今までのスプランよりはるかに難しいぞ。こっちか。あ、違う。これでパウを持って。なんか全然違う気がするんだけど。まあ、いいか。こっちに戻ってくる。パウ投げる。進む。多分、時間全然間に合わないんだろうなーっていうか、普通にやられたし。このコースで今日は燃え尽きそうな気がするな。燃え尽き症候群になるぐらいやり込み、やりきゃい、そんなにやり込むほどやりたくはない。本当にあっさりクリアして、お茶でも飲みながらゆっくり過ごしたいんだ俺は。というわけで次のエリアに進んでいく。投げる。これも投げる。このコースは基本投げる。よし。結構ここも難しいんですよ、感覚狭くて。で、戻って、こっち来て、次、上かい。パウブロックを持って、ピンクコイン取って、こうやって戻るのが多分スタンダードなんでしょう。ここら辺でブラックパックの倒しの、進みの次、オップジャンプ、くるりん出て、いいね、ピンクコイン、これでやっと半分ゲットか、まだまだ先は長い、70秒って書いてあるけど、どっちに行くの、今どうやって倒したのか全然分かんなかった、戻る感じ、ピンクコインを取って、また戻る感じ、長いね、残り20秒、やっと50秒経過か、普通にここは信じていく感じ、よいしょ、うまく叩けたぞ、こういうの、時々叩くのも失敗するからね、ブラックパックじゃないや、パウをおかけ、あー、ほうほうほう。よーし、喋れなかったけど、クッパは倒したから OK でしょう。ブラックパックも倒して残り8秒。さあ、いよいよ栄光のゴールが見えてくるんじゃないでしょうか。最後はいつものお決まりのバナンネックゴール。タイム的な余裕は結構あってよかったけど、やっぱりタックマンメガネさんのスピランコース面白いわ。あと1コース遊んで終わりにしましょう。さて、最後はこちらのコースで終わりにしたいと思います。フュージョンはということで、達志郎さん。E2 ランキング普通からですね、ベストクリアタイム8秒、クリア率は 33%。ゴジータ、爆誕ですよ。やっぱりね、悟空とベジータのフュージョンが一番好きだな。ゴテンクスよりも断然好きだな。こっちか、道を作って進んでいくんだけど、ピンポンってこっちでいいのかな。あれ今、上、越えられませんでした？ここって越えられるんだっけ？越えられないと思ってたんだけど。ということは、あれ？越えられるようになったのかな？今まで行けなかった新しいエリアとか、どんどん行けるようになっちゃってる。あ！あ！フュージョン失敗。というわけで、ゴール。さっきなんで落ちたんだろう？こんなところで。いや、クリア率下げるのに一役買っちゃいましたよ。さすがクレクレクールさんですね。フュージョンは達志郎さんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございました。というわけで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よかったらしていってくださいね。それでは次回はあなたのコースにクレクレクール。バイバーイ。